寒々とした東京競馬場。ダートをかける豪脚はこの寒さをも吹き飛ばします。スタートを切りました。16頭まずまずのスタートといったところであります。さあ何が行くのか。14番ウィルソン・テソーロが行く構え、ドン・フランキーがかわしていきました。9番ペプチドナイル、1番イグナイター、3番手を伺おうというところ。ミックファイヤー外を通りまして、ドライレーでガイアホースがその後ろ、これが1番人気のオメガギネス。ヌメール騎手この手応えはどうか。空手外から1頭レッドルゼル、まもなく第3コーナー、そのうちタガノビューティー、12番スピーディキック、そしてその後ろからシャンパンカラー、外を通って11番キングズソード、左手に名物大ケーキを見ながら16頭駆け抜けていきます。さあ第4コーナーを回って府中の長い直線、オメガギネスちょっとピンチか。先頭藤岡とペプチドナイル、ここで先頭に立ったドン・フランキー、間からオレンジの帽子レッドアルデル、間からスルスルとレッドアルデルが差を詰めてくる。ドン・フランキーが抜け出した。懸命に手を動かしてルメールとオメガギネス、3番手にオメガギネス捉えるか。ウィルソン・テソーロ外、オメガギネスが来ている。キングズソード懸命に追う、頑張る頑張る。松山とウィルソン・テソーロ2頭、火花が散る火花が散る、負けられない。松山公平譲れない。ルメール非常に際どくなりました。当然の結果です。1着5番、2着14番、3着13番以上のように確定しました。